はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は私愛知県に住んでるんですけど、名古屋のパルコに新しくエモダがオープンするということでプレオープンにご招待いただいたので、今日はそちらに行ってきました。そこで買ってきたものを紹介したいと思います。ではレッツゴー。じゃーん、こんな大きなバッグに入れてもらったんですけど、ちょっと一つずつ紹介していきます。お店の雰囲気もすごいよくって、なんか他のところに比べると割と小さいんですけど、まあ、でもちっちゃい方がなんか入りやすいし見やすいかなって思います。はい、ちょっとこんな感じで今たくさん入ってるんですけど、じゃあまず1つ目、じゃん、こちらになります。はい、こんな感じのトップスです。これなんか素材がなんかちょっとベロアっぽい感じの素材になってるんですけど、こんな感じでショート丈のトップスなんですけど、肩のところも開いてるのでちょっとデコルテも見えて、すごい顔がすっきりして見えるかなって思います。で、袖も長めになっていて、でダボっとしてるので体型のカバーもできるし、だけどウエストのところはキュッて見えるような、すっごいスタイルよく見えるトップスをゲットしました。このカラーがブラックとレッド、グレー、あとブラウンかな？なんかもう一つ確かあった気がするんですけど、私はグレーをチョイスしました。グレーのニットっても持ってはいるんですけど、あんまり持っていなかったのでちょっと今回グレーにしてみたんですけど、デニムでももちろん合うと思うし、もちろん黒でも合わせやすいと思うし、グレーって本当に何でも使えるアイテムなので、すごいいいかなと思って。でもとにかくね、肌触りがすっごく気持ちよくって、もう気に入ってます。はい、1点目はこんな感じのトップスです。では2つ目、じゃん、こちらのボトムスになります。これはレザーの素材のパンツなんですけど、私ずっと最近レザーのパンツが欲しくって、いろんなとこで探してたんですけど、なかなかいいのに巡り合わず、しかもレザーってなんか硬いイメージがあって、すごい動きづらいのかなと思って、通販でいいなと思ってもちょっと買えなかったりしてたんですけど、今回試着できてめちゃくちゃ良かったのでゲットしました。一見これも硬そうに見えるんですけど、すんごいストレッチが効いていて、なんか履いて屈伸してもめちゃくちゃ屈伸しやすかったし、すごいいいなと思ってこれにしたんですけど、ウエストのところもゴムになってるので食べ過ぎてもきつくなる心配もないし、あとここにチャックがついてるので脱ぎ履きもしやすいです。このパンツはすごいぴったりして体型が出るような感じなので、まあ、大きめのパーカーの下に履いたりとか、さっき紹介したニットのボトムスとして着ることもできるかなって思います。ちょっとそれで体型が気になるようであれば、大きめのコートとか着てサイドを削ってあげるとよりスタイルがよく見えるかなって思います。しかもこれ試着した時めちゃくちゃあったかくって、風あんま通さないのね、レザーなので、すごい冬とか重宝しそうだなって思います。このレザーを1個入れてあげるだけですごいかっこよく仕上がるので、そういうのが好みな方はぜひ持っておくと便利かなって思います。3つ目はこちらです。もうこれは本当に見た時に一目惚れして、すっごい可愛い色味で、でしかもこの何て言うんだろう、この四角い形が私結構好きなので、しかもなんか角度によって色が変わるんですよ、すごい。であとサイドが黒子だっけ、黒子かな、パイソンかなになってて、すごいおしゃれだし、であとこれ普通にこうやってこの短くも持てるし、これをちょっとこう磁石になってるのでちょっとずらしてこうツーってやってあげると、こうショルダーにもなるので、すごい使いやすいかなって思います。ブラックとこのブルーの2色展開でした。ブラックもね可愛かったんですけど、私ブラックのバッグたくさん持ってるんで、ちょっと珍しくブルーのバッグに挑戦してみようかなと思ってこれにしました。これから秋冬たくさん使っていきたいと思ってます。さっきのグレーのトップスとかも相性いいと思うので、
またコーデ組んだらインスタとか YouTube とか載せていきたいなって思ってます。はい、でこっからはちょっとノベルティとかプレオーダーでいただいたものとかになるんですけど、まずノベルティがすごくって、じゃん、こちらです。はい、このトートバッグなんですけど、めちゃくちゃ大きいんですよ。これこんな感じになってます。中はこんな感じで、エモだって書いてあります。一泊どっか泊まるときとかすごい使えるかなって思います。でこれもホワイト、ブラック、ピンクの3種類があって、で確かピンクは名古屋限定だったかな、名古屋のパルコ限定かなんかのやつでした。限定にしようかなって思ったんですけど、私やっぱりピンクがあんま似合わないので、ちょっとブラック安定のブラックにしてみました。であとプレオーダーいただいたものがこの2つになるんですけど、なんかこっちがちょっとさっき気になって開けちゃったんですけど、このセンスになってます。ブルーはエモだって書いてあったりとか、すごいおしゃれな感じになってます。すごい涼しいです、しかもでこれがなんかラムネかな、マンゴーって書いてあって、でなんかあとラフランスとライチがあったんですけど、私はマンゴーにしました。また冷やして飲みたいと思ってます。私こういうのプレオープンとか行くのが初めてで、ちょっと緊張してたんですけど、店員さんとか優しく接客してくださったりとかして、とても楽しめました。招待していただいた時からもうすごく楽しみにしてたので、今回とてもいい経験ができたなって思います。はい、今回の動画はこんな感じです。秋服結構仕入れてるので、またその紹介の動画とかも出していけたらなって思ってます。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。